横浜自然観察の森は神奈川県横浜市栄区にある自然観察や環境教育を行う施設。隣接する上里森の家についても本校で記述する。自然保護教育を推進することを目的に1984年から始まった環境庁の自然観察の森整備事業の初年度の計画として1986年に開園した。 整備にあたっては、神奈川県と環境庁の助成を受けている。また、ボランティアによる活動にも支えられている。園内は、水木の道、小奈良の道、タンポポの道、ウグイスの道の4つの観察コースに沿い、四季を通じて、昆虫や植物、野鳥の観察ができる。園内の自然観察センターでは、園内の自然を解説するパネル展示や、 参考資料の閲覧サービスを実施している。神里、森の家神里、森の家は横浜自然観察の森に隣接する横浜市の公共の宿。2018年12月31日まで横浜市緑の協会が管理、運営していたが、リニューアルのための改修工事の後、2019年9月1日から指定管理者が 上里フォレスト PFI 株式会社に変更した大浴場やレストランがあり、日帰りでも利用できる。本館にはこのほか150人収容のホールや健康浴場でが、別館には陶芸工房や体育館、バーベキュー場がある。ありがとうございます。